こんにちは、ライムです。今日はプラウドプラスクエストが今日追加されたので、早速やっていきたいと思うんですけど、今回はレベル440ですね。内容としては、前回のレベル430と同じく、敵がいっぱい出てきてゲージを気にしつつ倒していくという感じになっていますね。チャレンジの内容としては、全戦闘の累計ターン数で6ターン以内のクリアとなっています。アビゲージの都合とか、食らうと一撃でこっちが殺されちゃうので、それ考えると、できるだけワンターンで倒せるならワンターンで倒しに行った方が、楽ですね。ガードスキルとか、あとゲージ回復のことも特に考えなくてもいいので、できるだけ、ワンターンですね。で、倒せるように編成しましょう。とりあえず、このパワーから行ってみたいと思います。まずデッキ紹介ですね。デッキは、ファンタジーノーツですね。1枚目が、イラカイリ。アビーチですね。もうアビーチはこれぐらいになるともう必須級ですよね。5戦して毎回カイリーは使うので、アビーチつけてるだけで、つけてない時と比べてゲージが10節約になりますからね。元が3使うので、アビーチが持ってない方とか足りないっていう方は、今アリエルのバターボードでちょうど今買えるので、ぜひ買ってみるといいかもしれないです。つってももうこのプラウザの動画見てる人にわざわざ説明することでもないとは思うんですけどね。はい。で、2枚目がイラストシオンです。ルクエルですね。手加減はなしだよ、アクセル。で、3枚目がイラテラのアビエムです。この力。今回は前回と同じく、道中に宝箱とか一切ないので、デッキに1枚はアビエムとかアビエルは必須です。できれば2枚あった方が楽かなと思うんですけど、僕は1枚で行きました。で、4枚目がジャック&サリーですね。アタック系で100%。で、最後はキアとナンバー1の、アタック XL ですね。はい。こちらで行きたいと思います。パートナーなんですけど、できればアビエルがついたメダルとかの方がいいんですけど、もしくは、キーアートナンバー2ですか。なんですけど、僕のパーテ面に出している方がいらっしゃらないので、誰かいないか。シオンでもいいかな。手加減はなしだよ。これでいい。あ、でもちょっと微妙だな。どうしようかな。確実性を考慮すると、やっぱりこれになるのかな。これでいってみましょう。最悪、2ターン目かかってもスリップで眠らせられるかもしれないということで、これでいきましょう。流れとしては、だいたい毎回イラテラの ABM が発動するくらいじゃないとゲージがちょっときついですね。だから本当にできれば ABM か ABL は2枚ぐらい積んだ方がいいですね。手加減はなしだよ、アクセル。この力、友のために使う。ここで発動してほしいな。さあ来い、来た。友のために使う。よしよし。ねえ、
こいつでも発動してくれないときついかな。手加減はなしだよアクセル。この力よし、これの左の大砲さんが硬いんですよね。これエクセル発動よし。おお、ギリギリですかね火力的に。はい、ということでボスですね。これ微妙にゲージが足りてないな。この編成だとゲージ9使うので、ここでもやっぱりアビエム発動しないと。手加減はなしだよアクセル。さあ来い、来ない。あ、でもギリギリ回復するか、ギリギリか。一応バースト使った方がいいかな。はい、終わりましたね。とまあこんな感じですけど、やっぱりアビエム1個だとかなりギリギリですね。1回でも1回だけか、ドーツ発動しなかったですけど、でボスも発動しなかったんで、全部で5000ある中で最低でも3回発動しないとゲージが足りなくなるということですね。はい、という感じで今のは全部で5ターンでクリアできましたね。続いて、スピードにこのまま行ってみたいと思います。編成なんですけど、僕はフェンリルで行きましたね。前回の動画まではかなりフェンリルがまだ14とか16ぐらいでかなり弱かったんですけど、先週の AP0 の期間とか、プラウド新しいクエストも追加されたので、それを機に一気に31まで、31にしたのは今朝のこの太陽の魔石をゲットしてからなんですけど、はい、かなり強いですね。31になるとさすがに後ろ2枚が 2.8 倍になってるので、はい、ほぼ後ろ2枚の火力といった感じですね。で、見てわかる通り2枠目のイラストシオンなんですけど、アクセルマジック属性で全然倍率はもちろん乗らないんですけど、レベルが高くなると敵の防御力も硬くなるので、はい、シオンの防御ダウンのデバフが結構有効なんですよね。その本当にデバフ要因っていうか、デバフのためだけに入れてます。だからここは本当ならオールにアビーチつけたやつとかの方が全然良かったりするんですけど、同じシオン使うでもここはアビプラとかついてる方が全然いいんですけど、さっきのファンタジーノーツに入ってたシオンのガチ用のやつですね。それをただそのまま流用してるだけです。で、このレオンなんですけど、ここも火力的には、イラリク B かな、入れた方が火力は出るんですけど、ゲージ的にちょっと危険な感じがするので、あえてレオンにしています。そうですね。で、イラオがアビエルです、唯一の。このデッキで唯一アビプラ系積んでるのがイラオだけで、俺は俺だ。6サス HD はアタック L 100% になってますね。はい。まあ、アビエルの運ゲーですけど、こちらで行ってみたいと思います。パートナーについてはやっぱり440レベルぐらいになっちゃうと、もうあんまりパートナーのダメージには期待ができなくなっちゃうんで、やっぱりゲージ回復要因がいいんじゃないかなとは思います。うん、まあティアとナンバー2は残念ながら出ていないので、先ほどと同じようにスリプル EX を積んだミニ&デイジーで行ってみたいと思います。
さあどうかな。約束だよ。手加減はなしだよアクセル。ソラ、よし、諦めないで。俺は俺だ、俺なんだ。この割と新しい目のキャラですけど、こいつが HP 回復してくるので厄介ですよね。今コロシアムでも言いますけど、俺は俺だ、俺なんだ。わ、倒しきれない、回復される。これレオンでいけるか。ああ、バフがでも一応乗ってるので大丈夫でしたね。ここシオンいらないかな。温存しようかな。ほら、諦めないで。温存できるとかは温存してた方がやっぱりもちろんいいですよね。いけるいける。はい、ここはいりますね。このノイジーワードロープが硬そう。アクセル、ほら、諦めないで。うわ、全然削れねえよ。俺は俺だ、俺なんだ。これ大丈夫か、これレオン発動しないと。よし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 。はい、ボスですね、足りました。で、チョコレートスタチューが防御バフを2つ積んでるので、これがイラストシオンがないとか防御ダウンがないとちょっと硬すぎますね。諦めないで。俺は俺だ、俺なんだ。はい、とまあこんな感じですね。ファンタジーノーツよりはこっちの編成の方がアビリティゲージが軽めだったので、まだ若干ゲージに余裕ありましたね。続いてなんですけど、マジック実はクリアできてないんですよね。というのもこのキャノンキャメルがなんかこの3つの中で明らかに異常に強くて、 HP ゲージがとんでもなく多いので60くらいだったかな。なので無理なんですよね。火力が足らなすぎてというか、もう本当に HP の設定がもう おかしいですよね。30くらいならともかく60ってのはちょっと無理なんですよ。削れないんですよ、この6ターン以内っていうと。時間、この8ターン以内とかならまだわかるんですけど、6ターン以内っていうのはさすがに無理で、僕の手持ちだと無理だったので、一応やってみます。一応マジックなんで、スリーピングライオンでいきます。でも結局、一応スリーピングライオンでいってダメで、で一番自信のあるこのさっきのファンタジーノーツでやったらファンタジーノーツの方が全然威力出たので、結局自分が持ってて、相性のいいキーブレードでいくのが一番だとは思うんですけど、とりあえずスリーピングライオンで行ってみます。はい、ソラ HD がアビエルで、キーアートナンバー3がルクエル、ナミネは必ず守る、俺を信じてくれ。イラソラ B がアタックエルで、ソラドナグー B もアタックエルですね。はい、こちらの編成で一応挑んでみたいと思います。これほんとステボとかついてないと無理なんじゃないかなと思うんですけど、あと相当キーブレード、まあさすがにスリーピングラインはまだプラス25で結構舐めてるところはあるんですけど、うん、
パートナーどうしようかな。どっちにしろこれ2ターン目ぐらいまで行くとゲージが枯渇しちゃうんですよね。なので、で一発耐える必要もあるのガードエルかな。ガードエル、うん、ガードエル積んだ、チップンデール、これもやっぱり、チップンデールよりはガードエル積んだキアとナンバー2とかの方がいいとは思うんですけど。ここで発動してくれなかったらもう辛い。さあ来い。よし。みんなありがとう。よしよし。でここで4戦目ですか。こいつか。こいつがね、確かこの編成だとスキルが全部発動してくれないと。倒せなかったようだ。ああもうこれきついな。あこれダメだ、倒せないやつだ、これ倒せないやつだ。でも一応ボスまで行きますか。バーストここで使っちゃいましょう。どうせラクダ多分勝てないし。はい、でボスですね。これがプラス55なんですよ。ゲージプラス55ということは、この普通のゲージが普通にプラス4本であるので実質、まあ、約60本ですよね。これ削るのが無理なんですよ。みんなありがとう。ナミネは必ず守る、俺を信じてくれ。残りゲージ2枚でまだこれですよ。11本しか削れてない。まだ HP 半分も削れてないですからね。これでチプデのガードエルが発動しなかったら死にます。はい、しかも睡眠付きという HP まだ37本もあるよ。だから全然削れてないですよね。どうすんだよ。ちなみにファンタジーノーツでやってて、バーストも使って場合は30本ぐらいは削れたのかな。残りゲージは25ぐらいにはなった気がするんですけど、まあどっちにしろ次のターンで死にました。ゲージも足らなくなりましたし。はい、ということでまだ僕の力不足で、こちらのクエストは無理ですね。やっぱりツイッターとか、フォロワーさんの見ててもクリアしてる人は全然いないというか、唯一一人だけですね。例のトップランカー、トップランカーというか有名な方はクリアしてるようですけど、無理ですね。普通にやってたら無理ですね。はい、ということで、不完全燃焼のところではあるんですけど、今回のプラウドの動画はここら辺で終わりたいと思います。また、クリアできるようになったりとかすればまたクリア動画アップしたいと思いますので、その時はまたよろしくお願いいたします。